エスパス、新宿歌舞伎店秘託グループとは、東京都を中心に不動産開発、貸しビル業、パチンコ店、ゲームセンターを展開している企業。1965年創業。日託ホーム株式会社、秘託不動産株式会社、秘託リアルエステート株式会社の3社を抱える。レジャーアミューズメント部門のパチンコホール、エスパス秘託、パチスロ、スロットクラブ比託。 ゲームセンター、ゲームエスパス比託の運営等を手掛ける。かつて1973年の1年間のみ、プロ野球球団、日託、ホームフライヤーズを所有していた。日託ホーム株式会社は、不動産開発企業、日託観光として1965年設立。当時の不動産業界では、中堅クラスで一般的には認知度が低かったが、 1973年に、東映が所有していたプロ野球、東映フライヤーズを突如買収して、マスメディアで、日宅ホームの企業名が報道され広く、世間に知られることになる。1973年後期シーズンに7種類のユニフォームを制作して選手が日替わりで着用する、画期的な試みを行い話題を集めたが、球団買収からわずか10ヶ月後に、 日本ハムに球団を売却した。社会人野球の企業チームを保有し、鶴岡康氏大室勝美らが排出したが、プロ野球進出時に、プロ野球チームの親会社が社会人野球チームを保有できない野球協約の関係で解散した。うち大室ら4人は買収直前の1972年ドラフト会議での、指名やドラフト外などで入団しているが、このことが、 球団購入と関係あるかは不明。1976年からパチンコホール事業に進出。イゴシ都圏を中心に大規模大型店の出店を続け、バブル崩壊後の銀行の支店等配合で一等地の空き物件が多く出た1990年代に大都市の一等地へも積極的に出店、事業規模を拡大させた。2009年12月期のグループ総売上高は、 約1671億円。代表取締役社長、西村拓郎の妻は、タレントのカン宇ウありがとうございます。